田辺刑事の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズデオ田辺刑事の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズこんにちは作曲家の田辺刑事です、えー、こんな時期ですが、えー、クリエイターシリーズ復活します、えー、本日のゲストはドラマの白川玄太さんですドラマーの白川玄太さんですドさんでドラムーの部屋これ何畳ぐらいですかね 4なないいぐらいかなぐらい今ねこうインサートされてると思うんですけど、はいね、ここドラムの部屋ねボーンの部屋なんですよ。皆さん分からないかと思うんですけどドラムのねボーンって結構ね大変なんですよね。でこのドラム、ね、あのえ部屋からお送りしてるんですが白川さんそもそもドラム始めたきっかけは、はい、きっかけは高校1年かな、うん、の時にその友達同士で普通にバンドやってみようと。はいはいはい いうような軽い感じで始まりそれはなんか軽音と学部とかなんかそういうなんかロック研究家じゃないけどそういうのだったんですかその学校にそういうのがなかったのでもう有志というかこう友、うん、仲いい友達が集まってまとにかくかっこいいからやってみようよみたいなぐらいの気持ちで始まりましたうん、うん、えその時パートって選びはその最初からドラムやるぞって感じ最初にちょっとだけアコギとかやってみたんですけどそれはすぐ飽きちゃってはいはい で気づいたらあドラムやっっってててみようって思って始めたんですね。でもドラムをやってみようって,ってできる楽器ではないじゃないですかそうああでもあれですね、うん、友達ですごくこう上手い子が同級生でいてうん、うん、で最終その子にの家に行ってちょっと教わったのかなうん、うん、でそれがきっかけだったかもしれないですねじゃそれでじゃあ何高校でそういうコピーバンド コピーバンドでしたねで、うん、高校3年生ぐらいからは、うん、学校の外のちょっと先輩方と一緒にオリジナルバンド組んだりして外で活動し始めた感じですね。なるほどなるほど。じゃあまあまあ普通にこう音楽を音楽とかバンドやろうっていう感じでやって。はははいはいはい、はい、でその後はは何かこう専門とか大学とかすぐ行くんですか専門大学行かかずにも、はい、もともと高校の時から、はい えーとベーシストの方がやってる個人スクールに通っててそこでそのまま育ててもらったようなほう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 ,ほう,ほうじゃあまあそこでえそこでえー、っとなんか講師みたいのやってて、はい、でその、まあ、紹介で、うん、そのドラムの師匠はこの人っていうのでどうぞこうい,こういいんじゃないのみたいなそうですそですということはもうその辺その辺からもうプロになる意識があったってこと うん、高校3年生ぐらいの時にはもう大学は行かないでいい,、うん、い,いなんかこのまま頑張りたいなっていうふうには思ってそれでまあまあ変な質問だけど自分でなれるとか思ってたいやそこまで深く考えてなかったですねんか、まあ、大学行くかどうかみんな悩んでたり大学行くことを決めてる人たちがいる中でちょっとこうもう少し時間かけて考えようかなぐらいの気持ちで。うんうんうん あと普通にアルバイトしながら。まあまあ別にそんなにまだ決めなくてもいいみたいなね。ああなるほどね。とはいえまあちょっとドラム本格的にや、はい、やってみようっていうので、じゃあその講師やりつつ、はい、教わりつつやってて、プロとしていわゆるお金もらってやったのはこうい,いつぐらいでどのしどんな仕事だったんですか。最初はまあそれこそ友達同士のサポートがあったり、うんうん、なんかそれの延長で少しずつこう細かい。 皆さんあったんですけど、うん、ちゃんとしたやつとして多分23歳ぐらいに、えー、と声優さんのライブが、うん、サポートずっとお世話になってたベーシストの方がバンマスやるのでああじゃあ一緒にやろうぜみたいな、うんはい、それをこう、まあ、当然お客さんがいてまあ自分のお客さんじゃないけどいてやっぱりちょっとこうざわざわっていうかおおって思ったし <laughs> しましたねもうなんか その当時やった会場が、渋谷の WWW。おぉ、まあそこそこね。そうね。しかもこうね、斜めててね。で、そこが、多分もうソールドアウトを超えた人数が入っちゃったんですよ。はいはい。じゃな、え、六百人ぐらいおぉ。で、声優さんのライブなんで、歓声がすごくて。で、イヤモン。イヤロもの。そう、イヤモニしてても、もう箱が揺れてんのは結構体に感じるぐらいすごくて。で、それめちゃくちゃ覚えてます。これかみたいな。これプロかみたいな。ああ。超実感だね。 あーへえまあ食えない時代っていうのは変だけど、うん、ずっともんもとしたっていうよりは割かしそういう定期的にそうですね仕事があったっていう感じ、うん、でまあそのドラム講師とかもやりながら自分でなんとかこう仕事作るように、うん、してね、うん、ああなるほどじゃあ、まあ、さっきね最初の方でもちょっと話をしてたんだけど、はい、このドラムのブース、はい、これはいつぐらいにできたものなんですか それは当,当時から今ねこの白川さんのねお二っ来ていうのはこれドラム取れるんですよ。ね、こうちゃんとマイクが立てて、まあ、ちょっと今こうインサーションに入っているかと思うんですけどでちゃんと取れるんですけどこれと初めからこうやって取るためのに作ったいやいや、えー、と最初は、うん、当時とにかくレッスンをめちゃくちゃいっぱいやっててレッスンやるにスタジオ代がかかるスタジオ代計算した時に、うん これもったいないな。負担させるのもあれだし、だったらうちはそこも込みですよみたいな。まあそのレッスン料の中にスタジオ代込みでね考えたら、あこれ作れちゃうかなって最初考え始めたのが最初で、まああと自分の練習だったりと、かそっちがメインで考えてます。なるほどね。でもとはいえね、まあちょっと値段は言いませんけどで、そこそこいいじゃないですか。そうですね。まあそれもなんかうまく練習して、そしてこのレコーディングのね、スペースいつからこう録の タクロ六ク自体は、うん、そのスタジオ作って2年後ぐらいにもちょっと撮ってみようと、うん、始めてでそれこそ知り合い周りの仕事だけちょっとやったりはしてたんですけどうん、うん、ここ1年ぐらいでやっぱりこう世の中も変わりつつで、はいろいろ、はい、ガーッと状況変わった感じがしますね。じゃそれでじゃあこういうなんかじゃのファイル納品をしたらいいんじゃないかっていう感じで、はい、じゃ機材をよりどんどん、ねね、増やして、うん、でも当然まあそ 初めからできる人もいるかもしれないけどこう録音の技術とか、はい、ノウハウとか、うん、マイクの位置とか、はい、もちろんマイクプリアフとか、はい、そういうのは、まあ、もうあの一人のエンジニアさんにずっとお世話になりつつでそこからいろんな、まあ、マイク選びとか、うんまあ、機材もそうだし取、はい、り方とかをじゃ試行錯誤してたと初めからうまくいきました <laughs> そのマイク立ててトラック立ち上げて通るとこまではいいんですけどそれが例えば位相がどうこうとか細かいことまでは正直今もすごい完璧に分かってるかっていうそうでもなかったりすると思うんですよね。今でも常に試行錯誤してますし最初はんかとりあえず取れてれば OK みたいな感じで。ちなみにこれあのまあキットあるんですけどほかにもこうキットとかあるんですかはいこれとともう一セットえ ありますね。なるほどね。はいはい。じゃあ、それで、まあ、そのクライアントさんの要望まあ、ちょっとこうしたりとか、その流れってどういうふうにやるんですかこう、まあ、普通に、なんだろう、普通考えたら、こう、なんか、なんだろう、納品書っていうか、指示書みたいなのがあって、あの、こんな曲で、デモで、まあ、譜面があれば、まあ、譜面が来てって感じだけど、でも、それで、なんか食い違いとかあったりとかするわけじゃないですか。そういうやり方ってどんな感じなんですか今は。 えーとあのオーディオムーバーズっていう、はい。オーディオムーバーズね。こっちで撮ったやつをそのまま向こうでストリーミングで聴いてもらってチェックしてもらってますね。はいはい、なるほどね。じゃあそこで、まあ、ちょっとディレクションしてもらって、はい、こここうしてほしいとか、うん、あでもそのままその場で、まあ、レコーディングとまあほ,ほぼ同じことをやるんですね。すねうん、ああ、なるほどね。まあ、そうなったらね間違いないですもんね。はい、ああ、なるほど。うん、まあ今ね、あのー、こう機材もね後でまた移しますけど、はい、機材もね、まあ、まあちゃんと割りかし揃ってて。 今後というか機材面とかで何かこうしたいとかありますかマイクとマイクプリはやっぱ試したいですね。そうですよね。でもね今こうマイクプリが機材高騰してますからね早めに抑えないとねまずいって感じですよね。ちなみに今後の何かやりたいこととか白川さん自身でもうこうしていきたいなっていうもちろんその仕事もそうだしその機材とかもありますけどありますかなんか生ドラムで 叩く叩いて納品することと、はい、なんか並行してその打ち込みみたいな、はい、ドラムトラックを自分で打ち込んでいくっていうのを、えー、とリズムプログラミング、はい、<お>を並行してやりたいなと思っててああなるほどねはい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 全部みたいなね,、うん、うねあーあーそれ新しいかもねそういう人いないですもんね部分的にこうなんか,か変わってたりとかね、はい、ああ ええー、じゃ、それはもう、もうでも、それはもうやり始めてるわけですよね。今ちょっとやり始めてて、うんうん、で、その機材面とかでちょっとうまくいかなかったので、うん、少しそれを今考え中の、うん。なるほどね、そうですか。まあ、あのー、まだ多分、このと公開されてる時点で、もまだね、コロナ禍中ですけど、開けてね、また変わったらいいですね。本当ですね。うん、まあ、当然も、元には戻れないので、はい、新しい世界で、ね、うん、そうなると。 宅録って、まあ、う方はあれかもしれないけど、まあ、自宅のレコーディングしている環境って多分ドラムに限らず多分弦楽器の人とかもそうだし管、はい、の人も増えてきてるんだけどまたそういう人たちがみんながクオリティ上がったらまたね、うん、ちょっとやり方も変わるし、はい、もちろんスタジオでやるやり方と小回りが利くこうやって、はい、なんだろう自宅スタジオでやるやり方とね2つなんかね,ね広がっていくとさっき言った小回りが利くというか、はい、なんか今までこれだったら、ね、打ち込みでしょうがないかなと思ったのをどんどん生でね、はい 仕事増えるもんね。もう助かります。<laughs> そうですよね。なるほどね。じゃあ、まあ、今後はそういうのを、えー、生ドラムと打ち込みを混ぜていきたいというね。うんはい、なるほど、わかりました、えー。いろいろ聞いてきましたが、あの。<laughs> どうですか。こあまりこういうことないですよね。<laughs> 聞かれる、ね。そうで,すね、でも、こうやって、やっぱ、こういうスタジオを持ってやるって人、すごいドラムの人も増えてる、うん。る、ね、わけですけど。はい、でも、やっぱり、みんな、たぶその、さっき言った。 衣装のこととか、すごいテクニカルなね、問題があって、やっぱそこをクリアしていけたら、エンジニアの人となんか勝負するってわけじゃないけど、オリジナリティのある、ね、こう、演奏活動というか、ミュージシャンのね、活動ができると思うんですよね、うん。なるほど。ありがとうございました。はい。えー、このね、スタジオを聞きました。クリエイターシリーズ復活しました。えー、そういうわけで、本日のゲストは、ドラマーの白川源太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。